ついに来たな、ユーキスタのクレープ販売日。ああ、俺たちが接客することになったわけだが、食品を扱うんだ。いつも以上にお客さんには気を配るように。頑張ります。でも僕緊張してきました。うまく接客できるといいんですけど、できなかったらごめんなさい。その時は遠慮なく俺たちを頼れよな。おい、だって仲間だろ。その通りだぜ、ユキ。俺たちはいつでも近くにいる。何かあったらすぐ駆けつけるぜ。ありがとうございます。なんだかみんなヒーローみたいですね。みたいではなく、我らはヒーローだぞ。しずきは緊張していないんだ。なんだか意外だ。我が考えた暗黒神に捧げるレクイエムクレイプも出るからな。緊張なんてちょっとしかしてないよ。ああ、でも暗黒神クレープが一つも売れなかったらどうしよう。ぐえ、緊張で胃が痛くなってきた。忙しいやつだな。おい、僕たちがそれぞれ考えたクレープ全部販売することになったんですよね。まあ、調理スタッフさんが困るかと思ったが、カフェエリアがさらに盛り上がるならってやる気満々で張り切ってたぜ。お客さん、クレープを美味しいって言ってくれるといいですけど。大丈夫だって、自信を持てよな。おい、お、早速最初のお客さんが来たようだぜ。開演したばかりなのにもうあんなにお客さんが。ゲート前でソラリオがチラシを配りながら宣伝してくれてるんだってよ。後で思いっきり差し入れしてやらねえとな。ああ、だがまずは接客だ。全員で力を合わせカフェエリアを盛り上げるぞ。了解。オーダー、ユーキスタクレープ2人分。クックック、時は満ちた。暗黒神に捧げるレクイエムクレープお届けです。え、美味しかったですか？ありがとうございます。ユーキのやつ、あんなに緊張してたってのに楽しそうで何よりだぜ。おい、みんなで試行錯誤してクレープを作った甲斐があったというものだね。あれ、園長に東野さん、その格好。マジか。あ、すっげえ助かるけど、本当にいいのか？週末なんだ。ガーデンエリアもかなり忙しいでしょうに。まあね。でもやることは決まっているから。他の3人が何とかしてくれるよ。それにユーキスタのコラボクレープが成功したら、次はイノセントにも声がかかるかもしれない。これはイノセントのコラボパフェ実施のための布石を兼ねているんだ。だからいいんだよ。なかなか抜け目ない人だ。ですがとても心強い。感謝します。お礼は英語だね。ほらほら、みんな散らばって、お客さんがお待ちかねだよ。お、今日一日よろしくな、園長。どうや、言われなくても分かってるってな、ステージ。ああ、もちろんだとも、シュ。おーい、ほら、このユーキスタクレープ
食べていいから元気出せよな。いや、何を言っているんだシュー。こっちの栄養満点クレープの方がいいだろう。気にしなくていいって。俺たちが食べてほしいだけなんで。そうです、よかったら2つとも受け取ってください。お母さんも一緒に食べてくれると嬉しいです。ああ、そう言ってくれると嬉しいぜ。ああ、みんなが笑顔になってくれると俺たちも嬉しいよな。シュ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 、見て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 、刮目せよ。おお、どうしたどうした。クレープのこと SNS でパブサしたんだけど、みんなかなり喜んでくれてるっぽい。僕、みなぎってきた。我がクレープにて世界を征服せん。はっ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 は。具体的にどうすればクレープで世界を征服できるのかと尋ねるのは野暮なんだろうな。ま、細かいことはいいじゃねえか。しずきだってやる気になってるんだし。あ、にしても今日はめちゃくちゃ活気にあふれてるな。やっぱ遊園地はこうじゃないとな。了解。